弁護士の金崎です。いつも弁護士 TV をですね、ご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、痴漢の話をね、してみたいと思うんですが、先日ですね、新しい秀樹先生、この方が、痴漢事件ですね、非常にたくさん経験しているということですね、この動画にもご出演いただいて、いろいろ解説をしてもらって、皆さん参考になったと思うんですけれども、新しい先生とですね、いろいろ痴漢の話をしていく中でですね、思い出したことがあったんですね。私が司法修習生の頃だったんですが、当然、司法修習生っていうのは、裁判官になるための研修や、検事になるための研修も受けるんですよ。当時私は大阪地方裁判所配属の司法修習生で、検察修習は大阪地検で受けたんですけども、大阪地検で研修を受けた時にですね、検察官の研修ですから、警察ですね。警察とのですね、接点もあるわけです。その関係で、スリ犬と言ってですね、おまわりさんの中にはですね、電車の中とかのですね、スリを発見するためにスリ犯っていうんですね。スリ研修っていうのがあってですね、スリ犯のおまわりさんたちについてですね、車内でですね、スリを探す。それをですね、おまわりさんと一緒に同行してですね、体験してみるっていう、こういうですね、研修があったんですよ。で、私もですね、その時に、二人の修習生、二人のおまわりさん、四人でですね、大阪市内の地下鉄ですね、結構ですね、スリが多いそうなんですね。それで、そのスリ犬ということでですね、そのおまわりさんたちと一緒にですね、電車の中に乗ってですね、怪しい人を探すわけですね。この時に面白いのはですね、スリはいるんでしょうけどもですね、スリよりもですね、痴漢がたくさん見つかるんですよ。痴漢がたくさん。これどういうことかっていうとですね、スリが獲物を狙う時の目とですね、痴漢がですね、獲物の女性を狙う時の目つきがですね、これ非常に似ているそうなんですね。なんで、あいつ、あの人狙ってるな、変な目つきで見たな、後を追ってそうですね、なんか始まるわけですよ。スリではなくて痴漢なんですね。私がスリの研修でおまわりさんとついていった、だいたい時間にしてそうですね、1時間もやってなかったと思います。30分以上はやったかな。そのぐらいの時間の中に、もうどれだけの痴漢を見つけたか、すごく痴漢ってね、意外にも多いんですね。そこで、僕がですね、ちょっと学んだことをですね、お話しすることで、女性が痴漢の被害に遭わないためにはですね、どうすればいいのかっていうね、ヒントのようなものになるかもしれないんで、ちょっと喋った方がいいなと、こう思ってですね、お話しするんですけどもですね。まずですね、痴漢というのはですね、例えばホームに並んで待ってるじゃないですか、電車来るのね。で、白線より手前にこう並んでますね。で、その並んでる列に入らないんですよ。入らないでですね、電車並んでる一番この後ろの壁側にですね、距離を取ってですね、待ってるんですね。で、そこで、どの女性を狙うかっていうことをですね、品定めしてるんですよ。ある程度ですね、自分の狙いが決まったらですね、並んでる列の後ろに並ばずにですね、壁側に張り付くように立ってですね、電車が来て乗り始めようとした時にさーっとこう行ってですね、その後ろに着くんですね。わざわざ列から外れてですね、電車が来た時にさっとこう行くと。そして、痴漢の多いパターンはですね、中ほどの車両というのはですね、階段に近いところですね、こういうところに乗っている人が多いんですよね。だから、例えば皆さんがですね、駆け込み乗車でですね、階段から降りていって、あるいは階段上がっていってさっと乗るじゃないですか。その車両って一番こう痴漢がですね、多い車両になるので、急いで乗りたい気持ちはわかるんですけども、むしろそういう時は駆け込み乗車をしないでですね、一本ずらして階段に近いところで乗るのではなくてですね、中ほどの車両に乗った方がいいのではないかということが2点目ですね。3点目はですね、これも私驚いたんですけどね、おまわりさんと一緒についていくとですね、確かに痴漢が始まるんですよ。で、痴漢が始まった瞬間ってよく見てるとわかるんですね。女性の表情が急にえって顔に変わるんで、あ、今男性が触ってるなっていうのが非常によくわかるんですね。ただ、混雑してる電車ですから、手とかは見えないんですけども、今女性が触られているんだなっていうのは女性の表情の変化から非常によくわかるんですけども、決してね、おまわりさんね、助けに行かないんですよ。こんだけ痴漢がですね、車内にいるのに、なんでその助けないんですかって話を聞いたらですね、いや、女性がこの人が痴漢ですと、助けてくださいと言えばですね、間違いなく助けると。ただね、女性が被害を訴えていないのにですね、警察が介入するとですね、かえってですね、おまわりさんがですね、トラブルに巻き込まれるらしいんですね。つまり、女性側が痴漢を受けてますってことを言ってくれないとですね、車内っていうのは混んでるわけじゃないですか。そこでこう入っていくっていうのはですね、非常に痴漢でなければその人の恥をかかせるというか、名誉毀損的なね。だって痴漢やってないかもしれないのに、この人痴漢だってなるわけでしょ。だから、非常にそこでですね、警察が入っていくっていうのは、リスキーなことらしいんですよ。なので、意外とこの車内っていうのはですね、スリを見つけるために循環しているおまわりさんが結構いるようなので、むしろ痴漢の被害を受けたらですね、ちゃんとですね、痴漢の被害を受けているということをですね、名乗りを上げた方がですね、その前に警察がいればですね、すぐに取り押さえてもらえるということもありますので、いかにおまわりさんがですね、目の前でですね、痴漢が行われている様子があってもですね、女性が痴漢の被害を訴えてくれないとですね、警察の方からですね、積極的に、
まあ今近しただろうってこう入っていくっていうのはですね、なかなかデリケートにできないらしいんですね。まあそういうことを含めてですね、まあ、女性の勇気を持ってですね、痴漢の被害を受けた時には名乗りを上げた方がいいのではないかと、こんなふうに思いますね。まあ、非常に司法研修時代はですね、貴重な体験をさせていただきました。おまわりさんさすがだなと思うのはですね、その後こう自分でですね、痴漢いないかなって探すんですけどね、わかんないですね。誰が怪しくて誰が痴漢そうなのかっていうのは全くわかりませんでした。まあ、さすがプロだなというふうに感心しております。私からは以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。